二回戦、三菱電機隊、明治大学二回戦、国士館大学隊筑波大学東日本大震災、復興支援第91回天皇杯、第82回皇后杯、全日本総合バスケットボール選手権大会は、2016年1月1日から11日の期間に開催された、全日本総合バスケットボール選手権大会である。大会の正式故障は、 オールジャパン2016。男子はンシーホース三河が5年ぶり9回目の優勝を果たし、女子は JX エネオスサンフラワーズが3年連続20回目の優勝を果たした。今大会も前回に引き続き、国立代々木競技場、第1体育館、第2体育館と駒沢体育館、大田区総合体育館の4箇所で開催され、 トーナメント方式により優勝を決定する。1チームの選手数は日本バスケットボール協会に競技者登録された16名以内で外国籍選手の出場は同時間帯につき1名まで。参加資格があるチームは日本バスケットボール協会に加盟登録されたチームで男子は次の計3 6チーム、女子は次の計3 2チーム。二回戦。 新潟対山梨2回戦、大賀学園対羽田2回戦、筑波大対、赤カシクラブ2回戦、岐阜女子高校対愛知学泉大2回戦、筑波大民生高校2回戦、大塚商海対、広島。ありがとうございます。